札幌ドームには大観衆が詰めかけています。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはファイターズの先発加藤が札幌ドームのマウンドに上がります。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど。ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド落ちました。中島が抑えています。ワンアウト。バッターは中川、加藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。次が2球目。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センターが取りました。2アウトです。バッターボックスは3番大城。2アウトになっています。この回の加藤、4球で2アウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。初球ストライク。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ。切れていきます。ファウル。次が3球目。インコースボール。インサイド、打球は右中間へ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。この回バファローズ三者凡退です。1回の裏ファイターズの攻撃です。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますバファローズはご覧のような守備陣です。バファローズマウンドに上がるのは先発の山本。さあ、ファイターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。まっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。ボールになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。打ちました。これはどう取った。一塁送球アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。いや、バッターはね、運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。バッターは2番に入っている太田。まずはワンアウトを取っています。
マウンド上山本、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。内へのボール外れました。3球目は何で来るか。低めストレート、ストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。アウトロー外れます。見逃し三振、ツーアウトになっています。バッターボックス近藤、ツーアウトランナーありません。これが初球、初球打ち、これはどう、センターに抜ける、ランナー出ました。日本ハムファイターズです。ツーアウトランナー一塁、バッターボックス中田、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か、引っ張った、白崎一塁送球、アウト、際どいタイミングでしたがスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターは4番吉田。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球ボール、まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。はい、高めに決まりました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか、引っ張った、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは DH 伏見、加藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク、これが2球目、落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。改めてお聞きします、バッターの伏見、どういうバッターなんでしょうか。まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。そうですか。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。打ちました、ヒットになった、ワンアウトランナー一塁となりました。6番バッター白崎、ヒットでランナーを一塁に置いています。
すごい勢いでバットを振ってきます。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。2球目打ちました。中田、ファイターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはバレーロが入っています。さあ先制を防げるかという場面、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。初球は打ち、低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。あっと高めいっぱい。外へ持っていきましたが入りません。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどう打ちました。打球はレフトへ。レフト掴んでツーアウト。いい組み立てだったと思いますね。まあただ次のバッターが彼なんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。山足がバッターボックスです。まずは変化球から入りました。低めのいいところにチェンジアップが決まります。ここはあっという間に追い込んでいます。これは見送ってボール。次が4球目。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりとコントロールできてますからね。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。2回裏に入ります。ファイターズの攻撃。バッターボックスには指名打者の田中。ファイターズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライク。ボールになります。インサイド落ちました。この打球はどうだ、切れるか。わずかに右に切れました。ファールボール。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスは6番渡辺。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。改めてお聞きしますが、この渡辺どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。落ちる球を持ってきました。
4球目は何で来るか。引っ張った、白崎、アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている石井。ツーアウトランナーありません。打ちました、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。2回終わって0対0同点です。小宮山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね、あのボールも走ってるように見えますし非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。最初は変化球持ってきました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。アウトロー、見送ってボール。インサイド、打球はセンターへ、ここは打ち上げています、センターが取りました。打順はトップに帰って宮崎、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。加藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます、ファウル、ワンストライクです。よく見ています、